寒いね。雨降ってますよ、外ね。はい、ミルクの時間です。テラ、よし行こう。よし、おはようございます。道の駅みさきです。残念ながらあいにくの雨です。今日はね、どうやら天気予報で行くと一日中雨らしいですが、雨から逃れようもないということで、このまま南の方に向かっていこうと思います。はい、えいと、はい、えいと、ドタバタやなんか狭いな。ご飯前のちょっと練習。ハンドチェンジマウス、えら、よし行こう。よし、昨日、シラスとか買って美味しかったので、また買っていきたいと思います。産直です。一パック買います。ほら、すごいたくさん野菜とか果物が。きゅうりも太くてね、ほら美味しそう。こんな感じで向こうにお魚屋さんがあります。今日アジもあるし、ヒラメもハマチもタイもたくさんあるね。ハマチいいな、めっちゃ安いじゃん。あんこうとかクエ、お鍋にして食べたら美味しそう。はい、出発出発、行きます。なんか朝ちょっと小雨降ってたけど、今は止んだね。少し空も明るいけどね。この信号を右です。和歌山の方に向かいます。この先、今日はね、ちょっと湯浅醤油に寄っていこうと思います。醤油ソフトが美味しいって言われてたんだけどさ、まあ、このトンネルの中で和歌山に入りました。ここ和歌山県和歌山市です。和歌山城が見えてます。和歌山の市街地を走ってます。和歌山海岸線の旅です、ね、曇ってるからなんかあんまり綺麗に見えないね。みかん畑が増えてきた。斜面全部みかん畑だよ。噂醤油、あ、これだ。ハンドチャーチ、これじゃない、これこれで。ここまでの主要事項、ここです。湯浅醤油にやってきました。搾りたて生湯浅醤油、冬季限定って書いてある。見学行ってきます。こういう感じで、すごいお醤油の匂いっていうよりもろみ、もろみの匂いだね。すごい匂いね。うん。お味噌の作り方。醤油の起源は、入り口入ってすぐにすぎだる。すっごい匂いがね、プーンって香ってくる。こういう感じ。じゃあ行くぞ。うん。おお、あ、こっから見えるわ。うん、うん、すごい、こうやって作ってるよ。うん、あ、見た、ポコポコって
空気がもろみ発光しているの、色が違う、向こうの奥は。本当やね、一番奥だけが、うん、しょうちゃん、しょうちゃんです。父ちゃん醤油職人になっております。いいね。ある時はフェリーの船長。ある時は醤油職人。五代目かな。どうしてる五代目。そうや。すごい金の袋。金の袋の醤油なんですね。なんかここにも。俺はなんか瓶詰めかなんかする感じかな、うん、たくさんなんか症状をいただいてるので。美味しいよ、うん。たくさんだね、ニンニクとかわさびとか柚子とか。冬だけの限定なんで。柚子嫌い？え、知らん、分からん。商品が11個たくさん買い込んできた。いっぱい買いましたね。見えへんやん。まあいっか。はい、醤油と和歌山ラーメンともろみ。こっちの店行きます。醤油ソフト、醤油アイス。はい、醤油ソフトクリームです。いただきます。いただきます。美味しいよ。なんかキャラメルみたいな味がするね。うん。こんな感じでした。本店でした。はい、行くよ。はい、出発。醤油ソフトが美味しいよって前教えてくれたのよね。美味しかったね、本当。焦がしキャラメルみたいな味で美味しかった。なんかもろみも最初はうわすごい匂いだなと思ったけど、なんか匂いして帰ったらさいい匂いになってきた。ちょっとたくさん買い込んできたわ。ほんでじゃあ次、梅干しをね買いに行きますよ。培養園に行きます。寺たちの散歩に茅ヶ崎太陽公園にちょっと寄ってきます。天気がね、うん、いいと白と青のコントラストがめちゃくちゃいいけど、こういう天気だといまいちなんだな。グレーに見えるからね、白が。前茅ヶ崎海洋公園でアイスクリーム買ってさ、うん、で冷蔵庫入れといたら全部溶けちゃってさ。そうそうそう、そうだったね。冷蔵庫の中がべちゃべちゃなしじゃん。そういう思い出がある。あれじゃない、ほら正面。全く逆から来たな、いつも。ねえ、うん、白崎海岸。はい、白崎オーシャンパーク。天狗の大体6時5時。いけますか。いいね。待ってて。Thank you.
だって映らん映らん、どちらが映った、ピコちゃん、おいで、いる、ピコいる、はい、ありがとう、いたいた、ピコいた、いたいたいた、こんな感じです、ありがとう、マスクしてたらちょっと見たらできた、これ今動画、みんなで動画入ろうと、これだ、よし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 やめんなよ、ネロ来た、ネロ来た、That's time. Igo, hey. Thank you.ゆっくり、そう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 、ゆっくりゆっくりゆっくり、頑張れ、頑張れ、そうそうそう、頑張れ、はいはいはい、ちょっとお湯でね、ピーコ戻るな、ゆっくり散歩してきました。すごいね、これ全部道路広げるんだ、怖っ鳥の鳴き声かと思ったらピコが後ろでピー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 、海沿いを走ってはいるんだけどね、うん、地図では海がすぐ近くにあるのに見えない、ほらカギ小屋、あ、やっとるのかな、うん、やってた、やってた、うん、海だよ、穏やかだね、日本一紀州梅干しの里って書いてある、やってきました梅干し館、ここ来ると必ず寄ってなんか梅干し買って帰るね、バイオ園、じゃあちょっと梅干し買ってきます、 梅酒も買えたかな、試食シーンは休止しております、ずっとどれにしようかな、いっぱいあるね、どれがいいっすか、ぶどう蜂蜜、スイート蜂蜜はこれで、たくさん入ってるのはない、つぶれ梅です、つぶれ梅いいんですよ、いつも社のはこれを学級で、まあ、反射性持ってます、あ、はい、地元、じゃじゃん、じゃじゃん、2本で2200円、安っすごいね、梅干しの匂いがすごい、うわめっちゃ酸っぱい、こんな感じ、ご飯食べれるこれで、ね、すげえ唾が溜まってきた安全で美味しい梅干しを生産しています、すごい、ヘアリーとかいろいろ分けてやらせたり、すごいじゃん、うん、戻る、うん、これ
今買ってきたポップコーン食べていこうと思います。ものすごい梅の味。どれどれ、梅の味、甘い、あの梅ガムの梅の味、うん、美味しい、美味しいとね、うん、うん、美味しい、うん、やばいね。はい、では温泉に向かいます。あの丘の上のだな、多分右方向です、うん、端っこの。はい、着きました。お風呂です。はい、お風呂に来ました。紀州寺みなべ、景色良さそうですよ。行ってきました。美肌の湯だ、ツルツルになったでしょ。はい、行こう、はい、行こう、うん、はい、行きます。雨降ってきたね、ポツポツポツと。まだ早いかな。早いです、まだ行けるか、うん、支度中。居酒屋かな。ちょっとまだ時間があるから、やっぱり違うところに行こうって、ね、お寿司屋さんに行くことにしました。結構雨降ってきたね、道路ベタベタになってきたよ、うん、白浜だよ、白浜。右側がトレトレ市場。トレトレ市場。これ行こうか。これ行こう行こう。ここ行っときます。ここで。寿司って書いてある。寿司タイム。よし。海鮮トレトレ市場、お寿司食べに行ってきます。おすすめ。お寿司食べてます。すごい店内は静かです。時間が早いのもあるし、平日っていうこともあるからなのかな。誰もいません。誰もいない、本当に、まあ、寂しすぎる。お客さん自分しかおらないね。食べるよ、お昼抜いてるから食べるよ。食べた食べた。まだあと一皿、二皿、二皿食べるらしい。はい、トレトレ市場の真向かいのお寿司屋さんでした。お腹いっぱいになったね。なった。ご飯も食べたんで行きますか。行きましょうか。はい、トレトレ市場でした。真っ暗、ナビがなんか変な道を選択した。信用できんね、うちのナビ。すごい真っ暗な道。着いたよ、なんとか着いたよ。手洗いはそこ。え、これこれがトイレか、うん、今から晩酌タイム、梅酒いただきます。テラたちはもうご飯は済んだからね。なななな、優しく、よし出た。どこ行くどこ行く。おいしい、甘っ、めちゃ甘いじゃんね。言えないリアクションがあって、今日は君やったな、ちょっとだけは。すごいええな、お前でも鈍感やで。いいね、いいね。
普通の人から考えたらさ、あのアホみたいなね、イングリッシュを見かけるって。おっさんの犬に話しかけてるよ。ほら、おいしいもん、よくわかるね、ピコ。あ、いや、元ちゃんちゃんとケイちゃん、全国舞の旅とか言ってやってたんですけど、ちょっと。あ、そうなんすか。やってて、あれは、普通の車はそのままあんの。どうしても通路の線があるし。あちらのバスにお乗りの北海道で12万ぐらい、モニバズフレンズさんです。いいね。白浜にね、国民食がペーリリっていうね、国民食社があって、料理が、あ、料理がめちゃくちゃ美味しい。ランドホームのオーナーさんに声かけていただきました。